はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の対数とその性質4をお送りします。で、このタイトル4本目で、まあ、対数ね始まって4本目なんですけど、このタイトルまずここで終了です。で、次回も対数は続いていって、次回から対数関数が始まります。で、今回は今まで取り上げられなかった問題をね2つ取り上げていきます。なので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ個人的になんでこの2問取り上げたかっていうと、よく定期テストで見るイメージがあるので、ぜひやり方を覚えてほしい、この2つのタイプの問題ね。で、まず1番はログ2の3が A、ログ3の7を B とするときに、ログ42の56、こいつを AB で表そうというタイプの問題です。で、実はこの問題ってこのタイプの問題の中でもちょっと難しい方になります。で、簡単なの何かっていうと、A と B の元々の定が揃ってると簡単です。例えばログ2の3とログ2の7って置いてあれば、もうこいつをログ2で変換公式使ってやっていけば解けるの。でも今回揃ってないんで、まずそれを始める前に1個することがある。で、何するかっていうと、ここの定を合わせます。で、今2と3なんだけど、まあ、個人的に2に合わせたいので低い数字の方にね。だからログ2、こっちはいいんだけど、こっちを変えていきます。で、どうするか。これまず定の変換公式、まあ、前回の動画でやったやつだね。もし変換公式ってなんだよと思う方は、1個前の動画見てみてください。そこで詳しくやってるので。だからこうなります。こいつログ2の3分のログ2の7で、右辺は B だね。で、ここで何ができるかっていうと、ログ2の3って A なんだよね。だからここ A って置き換えられる。で、両辺 A かけると、左辺はログ2の7イコール A をかけるので、右辺 AB に変わります。つまりこれは使わないんだけど、こいつとこいつを使うことができる。ログ2の3とログ2の7、2で揃ってるでしょ。で、こっからスタートです。いい？で、どうやるかっていうと、あとはもうこいつが主役なので、こいつを変換公式で書いていく。で、一応書こうか。ログ42の56です。で、もちろん2で揃えてるから2で書いてね、手ちゃんとね。で、変えるとログ2の56、分子がね、で、分母がログ2の42になります。で、これはシンプルに2の3乗とか3の2乗にはならないです。で、分解します。これはちょごめんね。で、分解していくと、例えば、56いこうか。で、これは素因数分解するとよくって、まあ、一応56やってみるか。あと消しちゃうけどね。2でやって28、214に7でこうなる。つまり2の3乗かける7だよね。で、それをそのまま書いてください。一応カッコつけておきます。2の3乗かける7なんです、56っていうのはね。で、よいしょよいしょ、よし。で、下の42、ログ2の42は普通にやっちゃうか。2と3 2 3 7か。だから2×3×7 になります。素因数分解するとね。で、なんでこんなことするといいかっていうと、これログの性質で前やりましたけど、定が揃ってる時、ログ2とログ2の足し算って真数かけれるって言ったじゃんか。ってことは、もともと掛け算になってるのって足し算に分解できるんだよね。で、どういうことかっていうと、ちょっとこっち左側に持ってきちゃいますけど、これ入るよね。大丈夫ね。ちょっと長いっすよ。例えばここ2つに分けれるので、ログ2の2の3乗足すログ2の7に分けることができます。こうかけてるやつが、だってこれを戻そうと思ったらくっつけられるんで戻るからね。いい？で、分子ちょっと3つめんどくさいんですけど、ログ2の3足すログ2の3じゃなかった、ごめん、2足すログ2の3足すログ2の7と、こう分けれる。
でもう勝負ありです、ここまで来たら。なぜかっていうと、まずログ2の2の3乗、これ3です。出てきてログ2の2消えるからね、これ3と同じで、これログ2の2、1と同じです。じゃあこいつら何かっていうと、ログ2の3って A だもん、ログ2の7これ AB だもん、全部置き換えますだと。で置き換えるとこっちから行こうか、1足すだよね、1足す、こいつが A だから A 足す AB か、分のここ言ったよね、さっき3なので3足す、こいつが AB か、それ今完全に俺今完全にお腹鳴ったの入ったかもしれないごめんね、ちょうど昼に撮っちゃったんで申し訳ない。でこれで OK、 あとこれ簡単にできないからね、これで終了となります。で最初に言ったここが揃ってるのは簡単だよっていうのは、これをしなくていいの、最初からこれで始めてあと置き換えて終わりなんだけど、揃ってない時はまず揃えるとこから始めるっていう、ちょっとね一つ作業が必要になりますが、こんな感じでやってみてください。で2番いきましょう。でこっちのタイプはログ16が 数値が与えられてると、 0.7782 でログ10の12が 1.0792、 もうめんどくさいねこれね。でこれだけをヒントに、このログ12、ログ13の値を求めようというタイプの問題です。でこれも基本的にこれを使います。これでどうやるかっていうと、これねログ10の6も12も2と3で表せるんです。こんな感じで、あの素因数分解やると分かりますけど、で6っていうのをやっていくと、ログ10の 2×3 なんだよね。で2と3を分けると、あ2番で書こうか、これログ12足すログ13と書くことができます。6はここ 2×3 だから分けて、ね、さっきと同じです、分けるっていう。でそれが 0.7782 なの今これね。で12は2の2乗かける3なんです。元々 4×3 だからね、2の2乗かける3なので、ログ10のちょっと16になっちゃった、10の2の2乗足すログ10の3、これもともと60の12ね、分けたけど、でそれが 1.0792 なんです。で何するかっていうと、まずここの2乗前出しましょう、出てくるっていうね、まあやってるからねこうなる。であとは連立です、これ連立で、まず簡単なのは引こうか、引いたらこっちの出てくるもんね、このままちょっとかぶっちゃったけど、引くと、そうするとここは消えます。でここ引くとマイナスログ10の2イコール、ちょっと引くとめんどくさいですけどね、マイナス、これ間違えらんないぞ、ちょっと待って、0.301 で今回ここ0になるんですけど、桁合わせたいので0書きましょう。いいね、小数点だと4つ全部書いてあるから合わせた方がいいね、これはね。だから 0.3010 でマイナスを取ってあげればいいから、ログ10の2イコール0.3010と、もうこれで終了です、出てるから値が。であとはこっちに 0.3010 入れて右辺に持ってって 0.7782 引く 0.3010 すればログ10の3出てくるから、で計算するとログ10の3イコール0.4772 かな、さっきやったのと同じなのかな、あってね、と外でサイレンが鳴っているようだ、ちょっと囲っとこうか、ここはこの2つが答えになります。いいかな、特に2番に関してはやり方を知ってればすごくシンプルに倒せる。でこっちは必ずとは言えないですけど、定期テスト、ここ範囲に入ってれば1問は出ると思う、このタイプの問題ってぐらいによく目にする問題なので、ぜひね、やり方覚えておいてください。では今回は高校数学数2の対数とその性質丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言ったんですけど、このタイトルはここで最後です。でも次回も対数が続いてって、次は対数関数が始まります。で、これは指数関数の時と同じで、まずグラフ編からやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。
ありがとうございました。